はい、どうもこんにちは、カジマックです。今回はこれ、OPPO A79 5G 最終回やっていきたいと思います。はい、実はあとカメラ編としばらく使ってみた編2本の予定だったんですけど、正直これもあまりお話しすることがなかったです。なんで前半少ししばらく使ってみた編をお話しして、その後今回もすいません、飯テロたっぷりのカメラ編やってみたいと思います。それでは始めていきます。 OPPO の最新エントリースマホ OPPO A79 5G しばらく使ってみた&カメラ編スタート。でこれしばらく使ってみて感じたのは、前の動画でもお話しした通り、ウェブ閲覧や SNS、電話や LINE や動画視聴、それぐらいなら、まずほぼほぼストレスなく使えるようになりました。はい、このほぼほぼ、ここに集約されているんですけど、全くないわけではないです。やっぱりエントリー、ミッドレンジモデルやハイエンドモデル、そういったものに比べると、若干もっさり感、それはあります。一番わかりやすく比べてみると、結局のところ、はい、こっちは、OPPO リノ10 Pro 5G。こっちがミッドレンジモデルで、こっちがエントリーモデル。はい、行きますよ。せーの。はい、これ、わかりました?もう一回行きます。せーの。はい、この際。これが全てを表していると思います。なんで、この動作速度、これが気になる方は、やっぱりミッドレンジ以上、そっちを選んだ方が幸せになれます。ただ、ほんとエントリーモデルとして、OPPO A79 5G や最近ご紹介したリベロ 5G4、 このあたりはかなり良くなっていて、今までエントリーやっぱりダメだなって思うこと多かったんですけど、ほんとかなり良くなってきてると思います。ただしやっぱりこの後やるカメラ編、一番コストダウンとして削られる部分だと思ってます。はい、それでは今回飯テロ結構あるんで、大丈夫な方だけこの後カメラ編ご覧になっていてください。それでは始めていきます。まずは動画、手持ちで歩き撮影。そういった場面では、はい、もう、あまり多くを語ることがないです。やっぱりどうしても、デブレ補正は効いていないし、30fps 止まりなんで、フル HD 撮影はできるんですけど、はい、こんな感じ。カクカクガクガク。正直、視聴に耐えない部分あるかと思います。はい、ちょっとこのあたり、酔わないように気をつけてください。ほんと手ブレというか、カクカク感、これが気になりますよね。はい、これ、胸元にスマホを構えて、あまり何も考えずに、ずんずん歩いてみるとこんな感じ。やっぱりちょっと厳しい。で、歩かなければどうかというと、これもまた、パンした時なんか、どうしてもカクつくんすよね。はい、こんな感じ。はい、これ、夜の商店街。もう暗くなると、今度はザラとかも増して、さらに厳しくなりました。なんかボワボワしてますよね。はい、やっぱりこのあたり、エントリークラスのスマホ、そういった感じで、正直動画は、あまり期待しない方がいいかと思います。はい、それでは飯テロ行きます。はい、これ、テーブル上のお料理の動画、これぐらいまでしっかり止めて撮ってあげると、ちょっとくすみは感じますけど、そんなに色味は悪くないですよね。これは例の、ドーミーの夜泣きそば。これを撮ってみたんですけど、はい、どうですかね。ピントなんかもあまり悪くはないんですけど、はい、どうでしょうか。ということでやっぱり動画ちょっと厳しいかなっていうイメージ。ただ写真に関しては好みもありますけど、はい、ちょっとお見せしながらお話ししていきます。この写真どうですかね。こういう発色のいいものは白くならない、明るすぎない。色が濃くなりすぎずに薄くなりすぎない。空の青も自然で悪くないですよね。はい、この写真にしても結構質感出てないですかね。緑に赤に白黒悪くない気します。ちょっと引いてみるとこんな感じ。この写真すごくわかりやすいと思うんですけど、発色のいい部分はそれなりに撮れるけど、真っ白なところとかわさびの緑ちょっと淡白な気はします。でもこれ、エントリースマホですよ。そう考えると、十分な写りじゃないかとも思います。ただ一点、夜になると、はい、この写真なんかは、パッと見綺麗に見えますけど、やっぱり暗いところは、ザラと感は増します。このあたりは、ミッドレンジスマホあたりも、こういう現象起こることは多いんで、ある意味十分じゃないかと思います。でこれ、やっぱりさっきもお話しした通り、発色のいいものは、結構綺麗に撮れますよね。美味しそうに撮れてます。
はい、こんな感じ。発色持ち上げすぎずに悪くないと思います。で、この写真、わかりますかね？意外と結構寄れるんですよ。このあたり僕的には嬉しい部分。で、ただこういう被写体に寄った写真、あまり調子に乗って近づくと、おっぽさんのカメラアプリは、こんな風にもっと離れてください。警告出してくれるんで、わかりやすいですよね。ただこういった、もともと色味の薄いもの、それに加えて、これフードコートの蛍光灯の下なんで、こういうところだとめっちゃ淡白で、あんまり美味しそうには撮れません。はい、どうですかね。もうちょっと実物の方が美味しそうに見えていたと思います。となると、こういった曇ってる時の写真、やっぱり色味が寂しくなります。はい、このあたりも、ある意味見た目には近いんですけど、ちょっと色味、寂しくは感じます。はい、どうでしょうか。今回他にもサンプル写真撮ってきてますんで、そのあたりこの動画の最後に重複するものもあるかと思いますけど、全部収めておきます。はい、今回これ、和歌山に行った時の写真が大半。あ、で、その後、阿公に行った時の写真、いくつか収録してます。よかったら最後までご覧になっていってください。ということで、OPPO A79 5G、 僕は個人的には今のところ一番気に入ってるエントリースマホ、そういう風に言えるんじゃないかと思います。はい、他にもたくさんエントリースマホあるんで一概には言えませんけど、アプリ途中で落ちるとかフリーズするとかそういうことがほぼないんで、そのあたりの不安感は少なめ。ただ動きは若干おっとりしてるっていう、そのあたりが許容できる方、そして今回やったカメラ編、あのあたりを見て特に問題ないと感じられる方はちょっと候補に挙げてもいいかもしれません。ただしやっぱりあくまでエントリー、このあたりはお忘れなく。関連リンク説明欄にリンク貼っときます。よかったらチェックしてみてください。はい、でやっぱりこの OPPO A79 5G、 冒頭でちょっと比較した OPPO リノ10 Pro 5G、 これに比べると一回りは大きいながらもちょっと重ため。でもその分ステレオスピーカー搭載だったり、はい、こっちはモノラルで、イヤホンジャックついていたり、もう一つ言うと、こっちエッジディスプレイなんですけど、こっちは普通に平面なんで、意外とこっちの方が使いやすい部分が多かったり、勝ってる部分があったりもします。はい、エントリーモデルの割には、ベゼルもかなり狭いし、最近のエントリーモデル、よく出来だと思いました。今 Y モバイルをはじめ、契約ありきとはいえ、1円でも販売されているんで、気になってる方もいらっしゃるんじゃないかと思います。よかったらこの OPPO A79 5G の動画、斜め上のアイマークタップクリックで過去動画ご覧いただけるようにしておきます。遡ってチェックしてみてください。ということで OPPO A79 5G、 しばらく使ってみたお話をちょこっとと、今回カメラ編やってみました。ご参考になさってください。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマクでした。